トラウトがあの打席三振した理由の一つにスプリットが頭の片隅にあった。彼はあの最終打席で一度もスプリットを投げてこなかった。僕の頭の片隅にはあったんだけどね。3にからえぐいスライダーを投げてきたよ。僕の求めた結果にはならなかったけど、楽しいバトルだった。全体的にそうだけど、あの試合日本人投手がスプリットで三振取りまくってたしな。しかもあの試合戸郷とか高橋宏斗がスプリットで三振取ったし、それも影響してそう。低めに強いトラウトに、スプリットが甘く入ればホームランだからな。大谷も、そこは分かってて、得意球で勝負したってのもありそう。やっぱりトラウトはスプリット意識してたんか。最後の決め球スライダーは、過去の大会ダルビッシュ、大塚との一致で物語的にも素晴らしい選択だったけど、改めて配球的にも完璧な一球だったことが証明されたね。大谷は中村と三球種のみに絞って結果的にスプリットは一球も投げなかった。攻め方でもわずかに大谷が上回ったんやね。トラウトの潔さにファンになりそうやわ。言い訳せずに相手を称える。さすがすぎる。トラウトに限らず、日本人投手がメジャーリーガー苦手のスプリットを投げるからまっすぐを安易に叩けんのよな。でもトラウトが大谷のまっすぐを捉えられなかったのは感情を取り戻したからやろうな。トラウトが低めの球をすくい上げてホームランにするの、脳内再生余裕すぎてやばい。絶対打たれてたわわら。だから真ん中直球ストレート打てなかったんかな。とにかく掘っても掘っても名勝負ってことがわかるのすげーわ。